次に浜田聡くんの質疑を行います浜田聡君、はい、NHK 党の浜田聡です本日予算委員会最後の質疑させていただきます手短に質問させていただくことをご容赦くださいまずは北朝鮮による拉致問題について昨日に引き続いて NHK の稲葉会長にお越しいただき、質問させていただきます。今回取り上げますのは、今から30年前、平成3年の話です。北朝鮮による拉致問題が世間に知られあまり知られていなかったこの年の1月16日、拉致被害者家族である有本さんたち5名は、拉致問題を周知する目的で報道陣の前で記者会見をする予定でした。しかし、NHK の者のが間接的に介入をして、目的通りの会見ができなかったというものです。ここの時ののと記事を配布資料ししして用意しました nhk の人間による介入がなく会見が目的通り開かれていえば国民に拉致問題の存在をいち早く周知できその後の拉致問題被害拡大を抑えられた可能性がありましたしかし現実にはこの時に拉致問題周知ができずその周知が遅れることとなりなりましたつまり nhk の人間により、えー、拉致被害が拡大した可能性があるということです nhk 会長に2点伺います え一点目この件に関するご見解をお聞かせください。え二点目 NHK 会長として拉致問題へ解決への意気込みを聞かせてください。稲葉信夫日本放送協会会長あのご質問の通告を受けましてあの改めて当時の関係者から 聞き取りをするなど可能な範囲で確認をしてみました平成3年1月16日の記者会見は有本さんからの相談を受けた NHK が手配して会場を取り各社に声をかけて行われたものだということのようですでご指摘の元書店経営者につきましては有本さんたちのご了解を得て 紹介したものだそうでありますで当時、北朝鮮に関する情報が乏しい中で、えー、この元書店経営者が予想しない情報を持っている可能性もあるということで、有本さんたち当事者の方にお話を聞いていただき、判断していただこうという趣旨をお伝えした上で、話し合いが実現したというふうに理解してございまして、この点については全く対はないと。 こうした内容は、平成13年に有本さんから質問状を頂戴した際に、えー、回答したと承知してございます。NHK としては引き続き、えー、北朝鮮による拉致問題の事態に力を入れ、多角的な報道に努めていきたいというふうに思っております、えー、2つ目のごご質問でございます。 えー、実は私あの、日銀に、日本銀行に30年勤務しておりました、えー、その折、えー、日銀の先輩である、えー、しかも、えー、新潟支店に勤務していた横田茂さんの娘さん、恵さんが拉致、えー、事件の被害に遭ったということでございます。 えー、同じ組織に勤める先輩のご家族にの一人にあのが襲われた悲劇だということでございまして、私自身、その当時から、えー、めぐみさんの早期救出、早期帰国を心から願っていたものでございます、でその気持ちは NHK 会長になってもいささかに変わっておりません。 えー、拉致被害者全員の早期帰国を願ってございます NHK としては、引き続き、拉致被害者のご家族の思いや、えー、解決に向けた政府などの動きを丁寧に伝えていきたいというふうに考えてございます。濱田聡君 はい、あの会長にはこのような過去にこのようなことがあったという指摘を心に留めていただきたいと思います NHK の影響力大きいです政府と独立しているとはいえ我が国の公共放送として拉致問題に取り組んでいただきたいという希望をお伝えします NHK の会長の意見を受けた上でですね拉致問題担当大臣と総理の拉致問題への今後の取り組み方針を教えていただきたいと思います よろしいいですかはい、じゃあ、委員会はしますか、内閣官房、岸田内閣総理大臣。はい、すみません拉致、拉致問題担当大臣、今あの、予算委員会出席しておりませんので、私のほうからあの発言させていただきます。えー、拉致問題は、まあ、重大な人権侵害であり、えー、私の内閣においても最重要課題であります。 私自身、一昨日、家族会救う会の皆様と官邸でお会いをし、運動方針に込められた切実な思い、改めて伺ったところです。拉致問題は時間的制約のある人権問題です。もはや一刻の猶予もないとの切実な思い、訴えを重く受け止めなければならないと考えています。全てのの拉致被害者の1日も早い帰国実現に向け あらゆるチャンスを逃さず、引き続き、果断に行動してまいります浜田聡志君。 はいあの私も一国会議員として拉致問題解決に向けて努力することをお誓い申し上げて、次の質問に移ります。え次に PTA について、長岡文科大臣に質問させていただきます。PTA は戦後、米国から我が国に伝わったと認識をしておりますが、まあ、当時から現在に至るまで時間が経過しており、PTA の存在価値が以前とは異なっていると思います。えまあ、端的に言いますと、PTA をまあ不要と考える方が多いのではないかということでございます。 PTA に関するトラブルに困ってですね、PTA 大会社から私のもとにたびたび相談が寄せられますで、そこで長岡文科大臣にお聞きしますえ全国各地の PTA に関するトラブルに関して文科省でまあ把握している情報を踏まえ文科大臣の受け止めをお願いします長岡文部科学大臣 浜田委員にお答え申し上げます報道等を通じまして、まあ、PTA の入退会等に関しますトラブルがあったということはあの承知をしているところでございます。まあ、PTA というのは、あの保護者と教員で構成されます任意の団体でございまして、個々の PTA で生じますトラブルにつきましては、まあ、当該 PTA がまあ主体的に判断をして、そして解決するべきものと、そういうふう うふうに考えている次第でございます。浜田聡君はい、えー。あの次にですね、長岡大臣と岸田総理に二点まとめてお伺いします。え一、ー、点目はですね、あのまあ任意の団体ということなんですけど、あの PTA の入退会の自由についてです。えー、私は PTA の入会そして PTA からの大会は自由であると考えます文科大臣、総理も PTA の入会、そして PTA からの大会は自由であるという考えであるのか、お聞きしたいと思います。で、もう1点はですね、PTA の入大会は自由であるならです、ね、大会によってその保護者の子どもが嫌な思いをすることはあってはならないのではないかと。 いいう点でございます PTA を退会すると、例えば我が子だけ PTA から配布される卒業証書やコサージュなどが受け取れなくなるなどの運用、改めるべきではないかと考えますが、ご見解を伺います。長岡文部科学大臣 PTA というのは、まあ、あの児童・生徒の健やかな育成のために、保護者と、それから先生とで構成されます、まあ、先ほども申し上げましたけれども、任意の団体でございます、学校、家庭、地域の連携を強化していくでまで、まあ、重要な役割が期待をされているわけでございます。 PTA は任意の団体であることから、まあ、その具体の運営につきましては、それぞれの各学校の、ね、PTA がまあ自主的に判断をしていくものでございまして、入退会につきましては、保護者の自由であるものと、そう考えております。 でまた、ご指摘の,あの卒業証書入れなどの配布につきましては、子どもがですねやはり嫌な思いをすることがないように、PTA と学校がよく話し合うなど、連携を取りながら、誰が配布するかを含めまして、解決をしていただきたいと、そういうふうに考えている次第でございます。 やはりなんといっても、PTA の運営に当たりましては、えー、子どもの気持ちにも配慮をしながら、まあ、PTA と学校、またあの同じようですが、連携をしていただくというのが大事だと考えております岸田内閣総理大臣。はい、あの当然のことながら、基本的には文科大臣と同じ考えであります。あの先ほども文科大臣からありましたように、 PTA は学校の児童・生徒の保護者と先生とで構成される任意団体であります。あのその具体の運営について、それぞれの PTA が自主的に判断をし、入退会については保護者の自由であるものと私も考えております。そして ご指摘の卒業証書,書入れ等の配布については、このような PTA の位置づけからすると、国が一定の考えを示すのではなく、子どもが嫌な思いをしないように、それぞれの PTA と学校がよく話し,合い話し合いをすることなど、まあ、連携しながらお決めいただくことが適切であると考えています浜田聡君。 あのご答弁ありがとうございます、えーまあ、常にです、ね、子どもたちのことを第一に考えることが、えー、重要だと思います、えー、PTA に関する議論、今後も続くと思いますが、まあ、政府におかれましては、国民の声に、えー、常にご留意いただきたい旨を申し上げまして、えー、質問を終わらせていただきます、えー、ご清聴ありがとうございました以上で、浜田聡君の質疑は終了いたします